何どういう、どういう、何どういう状態かよくわからんけど、なんかプルプルしよる。ほい、それじゃあ今回から、このドラゴンクエスト11やっていきたいと思います。まだね。まだ全然操作方法とかもわかってないけん。超ヘボヘボプレイになるかもしれないけれど。ゼルダ並みの、ショーっぽいプレイになるかも、のんびりプレイになるかもしれないけれども。しかめっちゃ駅だよね。やばいね。東京と交響楽団、そんなん出てくるんや。さっきの女の子たちは？この子たちは、なんかこれから仲間になる子たちなんかな。おー、いいね。あ、これ主人公よね。なんか今までさ、主人公でこういう、ロンゲのタイプっておらんかったことない。なんかこういうキャラ自身は別に今までも出てきたんやけど、なんか珍しいよね、これを主人公に持ってくるっていうのが。ほら、確実にこっちの方が、ね、あっちの方が主人公顔やろ。ん？あの二人って最初に出てきた二人？なんか三つ編みの子もっと大きくなかった？ね、なんか二人とも同い年ぐらいの感じやったのに、なんか今、三つ編みの子めっちゃ小さかったんやけど。何事？あ、なんかこの左右の二人、ビジュアルがドラクエっぽくない。ビジュアルが全然ドラクエっぽくないよ。すげえ、何？ダイオウイカ？でか。でか。あ、なんかいろんな困難が待ち受けてそうな感じが。なんかあんな極寒のところから、こんな灼熱地帯みたいなところまでいろいろあるんやね。すげえ、みんなかっこいい。戦いよる姿が超かっこいい。いいね、いいね。これはなんか世界樹的な感じかなかな。おー。ほら、そんな感じやないん、これ。ん？なんかドラゴンになったんやけど。なんかドラゴンになったんやけど。どういうこと？ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて。いいね、かっこいいね。さあ、それじゃあ冒険の章。名前はもちろん、アユナで。もちろんアユナでやっていきます。男主人公だろうと関係ないアユナだ。へい、よろしいです。画面の明るさは50が多分標準なんじゃないかなって思うけん、このまんまで。冒険の書を作りました。さあ、冒険が、お！何？悪の魔王的な何かが。ん？何これ何これ、なんかちっこい。え、かわいいんやけど。何この生物。あー、踏まれそう。大丈夫なの？何？みんな見えてないの？てか、透けてるの？いや、透けてはおるけど。あー、踏まれそう。さっからなんかギリギリのところでさ、こう、スカッ、スカッってなりうるわけではないんやけど、なんか、いい感じに、避けて歩きよるよね。え、なに、怖い。顔が怖い。なに、あのお城を狙ってるの？暗雲立ち込めてくる感じ。ほらほらほら、なんか雨とか降ってきたよ、いきなり。この子が操っとったりとかするんやないん。なんか雲行きが怪しいよ。見ての通り。これさっきのお城の中？おー、なんかめっちゃ立体的やん。すげえ。あの子が、そうなのか？あのあざがある。誰の話？間違いあるまい。主人公かな？お、このあざ？あ、かわいい！赤ちゃん顔めっちゃかわいいやん。さっきの生物。お母さんめっちゃ美人。お母さんめっちゃ美人。いいね、いいね。そちら窓の方近づいたら危なくない？さっきのなんか謎の生物がおらんかったっけ？あー、待って！燃えよりやん。え？
魔物に囲まれとる。あ、すげえ、雨、雨めっちゃ リアル、超リアル。あー逃げて。あ、なに、お姉さん、お姉さんとかおるんや。あー追いかけてきよりよ、ほら、まあ、盾まで不気味やん、キモ盾まで不気味やん。え、お母さんどこ行ったん、え、お母さんどこ行ったん、なに、バラバラになるの、こんなちっちゃい子二人で。あ、待って待って待って、え、電報がいいんやない、え、電報がいいんやない、それなんかめっちゃ捕まるよ、捕まるよ敵に。あー、ほら、え、なに、なに、急激に晴れたんだけど、超平和え、超平和、しかもなんかちょっと楽園みたいな感じ。え、水きれい水きれい、流れてきたよ、おぎゃー、お、桃太郎的な桃太郎的な展開、なんと赤ん坊がこんなところに、あの嵐の中無事でおったとは。お、手紙付きや、さっきね、さっきお母さんが持っとった手紙やないん、これ、この子は、よしよし。あれ、お姉さんどうなった、一人で心細かったじゃろう、え、もしかしてもう心配いらんぞ、え、もしかしてやられたの、あの時この子だけが助かった、生き残りみたいな。16年後、お、一気に飛ぶね一気に飛ぶね、成長したあの赤ん坊が主人公ってことよね。あの気中に浮いとるあの気中に浮いとる、ん、あ、これはよくある幼馴染的な感じの、ありがとね、アイナ。あ、これを取りに登っとったってこと？大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私ってばほんとドジだよね。めっちゃ可愛いね、この女の子。ついにあの岩を登る日が来たんだ。あんな高い場所、私に登れるかな？どんな儀式なの？何の儀式なの？大人になる儀式ですか？ルキが私たちを案内してくれるみたい。さあ行こう、アイナ。上品だね。上品だね、なんか、動きが。神の岩ふもと、お、動けと。ん？なんだ？行こうって言いながら後ろにおるんかい。ワンワン。なんかびっくりマークで撮ったやつはレクエストかなんかなんかな。アイナと孫娘のエマ、二人が無事にこの日を迎えられて、村長としてこれ以上嬉しいことはない。よいな、16歳となったお主たちは、神の岩で成人の儀式を果たし、一人前の大人にならなくてはいかん。ほう。16歳でもう成人なの。神の岩の頂上で祈りを捧げ、頂上で何が見えたかわしに知らせるのだ。それまでが成人の儀式じゃからな。道中わからないことがあったときは、三角ボタンを押して仲間を選び、エマの話を聞くとよいじゃろう。三角ボタン。アイナ、自慢の息子はここまで大きく育って、お母さん本当に嬉し、これお母さんの。いいかい？エマちゃんは幼馴染なんだからね。あんたがしっかり守ってあげるんだよ。もしも道に迷っても、エマちゃんに頼れるパートナー、ルキについていけば迷わないはずさ。さあ行ってきな。夕飯を作って待ってるからね。力を合わせて頑張ってくるんだよ。あれやね。海のお母さんとえらい違いな。育てのお母さんは。なんか超グリグリならん。あ、これさっき見よったやつか。我ら意志の民、大地の精霊と共にありか。
石の民。おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。怪我どころじゃないよね。死ぬんじゃないの。でもアイナと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげったもん。あ、もう生まれたじゃない、誕生日のその日にってことな。それじゃあ行きましょう。なんかその年に生まれた人たちが一気にとかじゃないんやね。あ、スライム。え、なに、もう早速戦い？魔物アイナ、こっちに来るわ。戦えるんすかこれ。なんか最前線に犬がいたけど。戦う。あ、動ける。避けれはせ。お、犬も戦ってくれるの？エマは戦いの行く姿勢を見守っている。見守るだけかい。これ動きよったら攻撃避けれたりはせんのか。テンと同じような感じかな。一応動けるけど攻撃は当たりますよみたいな。スライムたちをやっつけた。お、宝箱。薬草を手に入れた。やったね。あー、びっくりした。アイナとルキのおかげで助かったわ。小さなものだったから運が良かったわね。あなたって言った。ルキ強い。ねえ、知ってる？神の岩の頂上へ行くには洞窟を抜けていかないとダメなのよ。さっきの魔物、あの洞窟から出てきたのかな。ちょっと怖いけど、アイナが一緒だし、へっちゃらだわ。さあ、行きましょう。可愛いけど戦わないんだな。可愛いけど戦わないんだな。看板。え、読めねえ。しかしこちらは裏側だった。石の村、神の岩。神の岩。早い夜き。うわ、超暗闇やん。超暗闇やん、入ってって大丈夫？あ、そうでもない。何それ、そんな細いとこ渡ってくの？あ、落ちないんだ。あ、これ落ちないようにできたん。ありがたい。ありがたいね、スライムもおるよ。ねえ、アイナ、また魔物がいるわ。まだ気づかれてないみたいだし、近づいて先に攻撃しちゃいましょ。まだ気づいてないの？フィールド攻撃、フィールドにいるモンスターに近づくとオレンジ色のカーソルが表示されます。ああ、なるほど。この時に丸ボタンを押すとモンスターに攻撃をしてちょっぴりダメージを与えてバトルを開始できます。スライムがいるので近づいて攻撃してみましょう。よし。この時、いいね。向こうの背後にもおったけど、それと合わせてのこの2匹ですか。ヒンヒンヒン。あ。あ。この輪っかの外に出ちゃいかんねよね。お、スライムがショックを。ほんと、あ、なんか超応援しよるけど。超応援しよるけど、エマ。スライム普通にいますけど。普通にいますけど。え、この辺スライムだらけじゃね？今なんかあっちの方にもおったね、スライム。お、なに、薬草使ってくれた。ありがとう。なるほどね。なんかそういう補助をやってくれるわけね。薬草を手に入れた。え、そのエマが使ってる薬草は何なの？へ、後ろから。ずるい。あれは別になんか持ち物の中から減っていくとかそういうことではなくて、私の持ち物から勝手に使ってるの。お、レベル2に上がった。お、メラの呪文覚えた。やったね、やったね。えらいね、道覚えとんやね。一応覚えとんやね。
あ、なんかあっちの方にスライム以外の敵おった今。あれよね、ちゃんとモンスターと戦っていかんかったら多分そのうち詰まるよね。ほら、あれなんかスライム以外の敵じゃない？で、スライム以外の話をして油断させつつの油断したかどうかわからんけど、ほら、もう一発でやっつけれるようになっとるよ。お、強いね、ルキ。何あれ。あ、気づかれたけど、気づかれたけど、気づかれたけど、切った。あ、しかし、身構える前に。なんてことだい。警戒にステップ踏んでんじゃねえよ。お、すげえ。何ルキはあれなの？何か鍛えられてるの？何どういう状態かよくわからんけど、なんかプルプルしよる。なんかプルプルしよった。力貯めよったんかな？モコッキーやって、かわいい。かわいい。アイテムが落ちとったりとかはせんのかな？落ちとったらなんかキラキラ。あ、おーっとなんか光っとる。銅の鉱石を手に入れた。何かに役立つんだろう、きっと。はっ。あれ何？針持ってんの？いや、針にしてはでかい。でもなんか、でかい針みたいな。先になんか糸通すとこあるよね。え、回復しやがったぞ。何こいつら回復すんの？へい。お、警戒にステップを。それ警戒のステップなのか？あ、これ何？ショック受けてる状態なの？ショック受けてる状態なのそれ。お、柔らかウールを道具袋に入れた。え、耳の部分やないん。あの子の耳の部分ちょっと切り落としてしまったんじゃない？大丈夫？大丈夫？っていうか、やっつけたんやけどさ。やっつけたんやけどさ。お、着いた？到着。見て、真っ白だわ。霧がこんなに。まだ到着じゃないんか。助けてー。誰？え、マノロ。誰だ？何あれ？人面獣？人面獣ではないの？あいな大変。早く助けなきゃ。木ではないのか。うおー、すげえ風。何あれ、何あれ。近づけねえ。霧が魔物に。これ戦うの今から。スモークたちが現れたら。あれじゃない？さっき覚えたさ。メラ。なんかそんなに強くないけど大丈夫。普通に切ったらどれぐらい？薬草。ありがとう。普通に、当たらねえ。なるほど、そのためのメラね。そのためのメラね。スモークだから？スモークだから当たらないの？ことはもうメラ一本で行くしかないってことか。よし。イエーイ。ん？やっつけたのあれ。消えた消えた。魔法の、あ、ありがとう。マジックポイントね。なくなっとん、見えてなかったわ。どうよ、いい感じなんじゃないの。ねえねえ、ルキってさ、ルキの体力はどうなってんの？無限なの？やられるの？最強じゃないルキ。イエーイ。お、レベル3に上がった。これでさっきのマノロやっけ？助かった？ごめんね。先回りしてエマ姉ちゃんを驚かせようと思ったんだ。別の意味で驚いたけどね。でも魔物に襲われて。そうよ、変よね。神聖な神の岩に魔物が出るなんてこと、今までなかったのに。それはそうと。ダメよ、マノロ。こんな危ないことしたら。さ、ルキと一緒に村に戻ってなさい。へ、大事な戦力が。分かったよ。
そう。いなくなった。ありがとね、アイナ。あんな怖い魔物を倒したなんて、アイナ強くなったんだ。16歳だからね。16歳だから強くなるんかどうかわからんけど。もう少しで頂上だね。あれなん、ゼルダ的な感じで岩をよじ登っていくとかいうわけではないんや。やだ、雨が降ってきたわ。アイナ、急ぎましょう。え、てかさ、岩を登るとかってさ、ほんとなんか私しか戦ってなくない？何この子戦わんやん。ずるくない？スターを登れば頂上まではもう少し、途中で手を離さないように注意すべし。注意すべし。びっくりマークが出たらもっと近づいてカーソルに変わったら丸ボタン。カーソル。あ、これね。で、上がっていくと、お、なんか、思ったより早いぞ。途中で手を離さないように、何があっても、着いた。足元に気をつけて慎重に進むべし。こっち？え、細っ。あ、すげえ、ちゃんとそういう姿勢になってくれるんね。あ、こうなんかキラキラ光よるけど。あ、あれもツタ。あれもツタだわ。今度は何？降りるの？おう、スルスルスルーっと。違う。この先、神の岩の頂上、崖をよじ登って進むべし。最後まで決して気を抜くべからず。え、降りてきたのにまたよじ登るの？どういうことやねん。え、あの子登れる？あの子ついてきてます？てか、思いっきりスカートやったけど。思いっきりスカートやったけど。おう、来てる、いつの間にやら。ちょっと道案内のルキがいなくなったんだけど。足が悪いよ。お、これで頂上ですか？着いた？着いたわ。おー。濡れても髪サラサラやね。惜しいな。天気が良かったらきっと絶景が見れたはずなのに。おー、何？早くお祈りを済ませないと。あー、なんか出てきそう。え、敵がやってくる？戦うんじゃないだろうね。戦うの？あー、落ちる！アイナ、助けて！あー、手が！おー、危ねえ。危ねえ。頑張れ。あー、ダメ。攻撃される。あざが光るよりよ。すげえ、なんか知らんけど。なんか知らんけど。うわ、落ちてった。あんな巨大なの落ちてきてもびっくりするよね、下の人ら。助かったのね、私たち。でも不思議だわ。まるであなたが雷を呼んだみたい。きっとそうだと思われるけど。光よりやん。あゆな、その技は一体？何？なんか王家の紋章的な？あら、消えちゃったわね。何だったのかしら。消えてはないけどね。いっぱい助けてもらったわね。やっぱりあゆなが一緒だと、私心強いわ。さ、早いとこお祈りを済ませましょう。この子は戦わずしてここまで来て、儀式の意味はあるんだろうか。我ら意志の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちよ、日ごとの糧を与えてくださり感謝します。どうかその大いなる御心で、悠久の大地に生きる我らを、これから見守りください。お、晴れてきた。祈りが届いたの？いいね、絶景やね。わー、すごい。どれ？どれ？おー、すげー、綺麗。キラキラ光よりよ、みなも。いい景色やね。
世界ってこんなに広かったんだ。このしきたりを考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。そのためにこんな危険な儀式を。それじゃ、儀式を終えたこと、おじいちゃんに教えてあげましょう。みんな私たちの帰りを待ってるはずだわ。あとはもう同じ道を帰っていくの。ち、そこで。お？え、アイラとエマはふもとへと降りていった。なるほどね。字で済ませる感じね。ほい、じゃあ、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。